アフガニスタン北部地震は2002年3月3日と3月25日にアフガニスタン北部のヒンドゥークシュ山脈で起こった地震である。2002年3月3日12時8分19秒、アトックにアフガニスタン北部バダフシャン州の都市フェイザーバードの南 65km、北緯36.50度統計70.48度の深さ 225km を震源とする。 MW7.4 の地震が発生した。166人以上が亡くなった。揺れはパキスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、キルギスタン、カザフスタン、インドなど広い範囲で感じられた。同年3月25日14時56分33秒、アトック、今度はフェイザーバードの南西1 6 0トルバグラン州北東部。 北緯36.06度統計69.31度の深さ 8km を震源とする MW6.1 の地震が発生した。1000人以上が亡くなり3月3日の地震よりも被害が拡大した。AB、ユスグスアースクエークハザーズプログラムアースクエークレポートヒンズクッシュリージョンアフガニスタン2010年10月13日閲覧。AB 日本地震学会ナイフル36号、ピーゴ2012年4月13日閲覧。ユスグスアースクエークハザーズプログラム、アースクエークレポート、ヒンズクッシュリージョン、アフガニスタン2010年10月13日閲覧。ありがとうございます。